Hello guys, today's Tuesday. I'm day off and I'm working at Aventura Mall. So I'm looking for the blue bottle coffee. It's a new shop. It's open in Aventura. So yes, I think this is the place. Blue bottle coffee. どうですか？美味しい。
ハマってたから、 それで作ったね、チキンライスになって。さあ今日は火曜日の夜で、ここはどこですか？ブリッケル。ブリッケル、例によってブリッケルですね。渡辺さん、そして本日も彩子さんゲストで、今日も来ていただきました。こんばんは。こんばんは。渡辺さん、こんばんは。どちらの方へ？いや、いろいろ考えてから明日僕は早く起きなきゃいけないんで、うん、近場ということで、もう牛角。牛角にね。そして彩子さん、今日は牛角は第2弾ということになりますね。前回は南の方の牛角に行ったんですけど、今日はブリッケルの、支店の方に行きます。彩子さん、牛角がめちゃくちゃ好きだと思う。うん、牛角良かったですよ。大好き。あ、OK です。はい、まあ、披露していこう。はい、そしたら今日は、牛角、第2弾です。すみません、車が今そこから出るの。そうですね。ブリッケル、昔はもう野原だったところがいきなりニューヨークシティ、マンハッタンみたいになってますから、ね、ビルがね、もうビルだらけ。昔は私のコントからもマーリンズですかね。ちなみに渡辺さんのコントはあるでしょ？いや、まあもう見えなくなっちゃいましたね。あんまりにも で昔から花火が見えたんですけれど、ホームラン打った時とか終わった時に、もう今は見えなくなりました。牛角といえばもう日本でもかなり有名ですもんね。いっぱいあるから、僕も日本に行った時はもう牛角で。牛角で。うん。ね、僕は日本こう、ジャパニースタイルバーベキューハウスですね。うんうんうん、さあ、あやちゃん、いや、メガネをかけたところもまた可愛いね。どうですか、ヒト。パストリーシェフの彩子さん、いつになったらストロベリーケーキを持ってくる持ってくると言いながらなかなか持ってきません。今度今度っていつですか？あ、ヒロさんの、ヒロさんのお家で、お家でパーティーするときに、パーティーするときに手作りの、はい、もうプロですからスイーツの。そんなに簡単には作ってはくれないと思うんですけれど、私ぶり商売もんですからね。いや、まあ待ってますから僕らも。ヒロさん、はい、やっぱし日本の男の子ですね。もうどんどんどん先歩いていきますね、女性を置いて。そういや、こっちインタビューしてたから。いや、今日待ち時間あるんじゃないの？結構待ってますよ。まあ今日は牛角第2弾です。ゲストの彩子さん、牛角第2弾。はい、渡辺さんと僕はもう何度かここにやってますね。牛角、いくつのとこは牛角ですかね。そうですね、今日はいろいろどこに行こうかで、ね、考えてたんですけども、牛角に来ました。ビール俺、あれ行くかな、キリンに行きますか。キリン。キリン、ビール一番搾り、はい、乾杯。乾杯です。彩子さんはいきなり焼酎。焼酎、芋焼酎。焼酎もいい。麦焼酎。麦焼酎いけますね。うまい、うまいってなってます。やっぱりうまいわ。聞いてる。いきなりチューハイとかあんなんじゃなくて、いきなりストレートいってますね、ロックで。プロですね。僕はキリンのビールです。ヒロシェフはクリスマスはヒロシェフどういう予定ですか？ひょっとしたら月曜日休みになるかもしれないので、1月か水の休みになるかもしれない。もう
かなりもうスケジュールはタイトですよね。パンパンです。パンパンですよね。いつからパンパンですか？日曜日からですか？土曜日から。パンパン、パンパンです。パン感謝税でパンがバンバン来ますから。パンです。はい、あやこさんはパンパンですよね。遊んでください。よく言うよ、口でもないもん。なんかオーランドで友達となんかデートするとか、なんか遊びに行くとか言ってたのに。僕撮って。渡辺さんの、クリスマスはどうなるんでしょうか。寝正月だから一人でキャンプに行きます。多分クリスマスも。いや、クリスマスにも何もないが、仕事するか寿司にいるか、一人で僕ちゃんサービスでキャンプに行きます。キャンプに。今週の木曜日僕はあのコメディショーがあるんで、それ終わったら。今週の木曜日。はい。8時から9時、10時ぐらいまで。僕はあのコメディワークショップ取ってますので、うん、インプロオブコメディ。うん。わかりました。場所は あそこのインプログの。そうです、ジャスのインプログ、ジャスインファニー、コーラルウェイ。コーラルウェイだ。まあそのうち呼びますか、うん、から来月は単語のショーがある。単語の。もしヒロさんが上げてくれるご紹介したい。土曜日でしょ。土曜日でしょ。土曜日絶対無理やね。アイゴさんは土曜日と木曜日はどうですか。All right. Hey, what's looking for oil, right?This is a wagyu. It's a wagyu. I have three order of beef tongue and one plate. Well, let me turn that on, yeah. All right. Oh, let me change it. It's that rice. The beef tongue. This is all you can have.I think it's good. I think it's good. Wagyu. Let's go. Don't go. Go to the side. This is tan. So, yakiniku operated by Watanabe. ポーチは牛角がないけど、別のブランドでそういう焼肉屋さんがあって、食べ放題のところがあったんですよ。そこに去年行って美味しかったよ。そこ僕いつもトータルで焼肉食ってたから。ああ、昔はね、僕トータルで焼肉うまかった。 So we just finish eat焼肉、ジャパニーズバーベキュープレイス、牛角レストラン。まずはそしたら、あやこさん。はい、今日第2弾の牛角でしたけど、どうでした？美味しかったです。良かったですか？ごちそうさまでした。はい。で、渡辺さん。この人ちょっと変わってるよ。なんで？メガネ2つあるもん。メガネ2つ。上のメガネはおしゃれです。かっこいい。見えないですよ。あ、これ。さあ、渡辺さんどうでした？今日の牛角は。ボンボコボン。またやった。お腹いっぱい。お腹いっぱいやっぱり。もう渡辺ダイエットするしかないね。また唯一。うん。この間コメントでやったんですよ。レクサスのやつで。何してるんやって、嫉妬してスリープするだけやったらレクサス買えないっていうっていうコメントがありました。師匠、はい、シェフヒロ、はい、そうね、牛角もおっしゃったですよ。最高、やっぱり月ても最高やね。今日はどうでしたか。今日はね、今日は僕ご飯食べなかったんですよ。
ライスを最後まで。で、まあ、肉ばっかり食べてたんですけど、やっぱり あれが美味しいね。なんとか味噌っていうやつ。あれが最高やったね。まあ、また来たいと思います。で、オールユーキャンイートで、神戸牛も食べたし、はい、やりました。まあ、それは前回南に行った時、サウスに行った時も食べたんですけど、今回どうだったです。じゃあまた連れて行ってください。まだ行きましょう、ね、どうですか。ポンポコポンポンポコポン、やってるよ。ポンポコポン。じゃあまた、はい。